あのね、いいねの多いイラストをちょっと見ていこうと思うんだけど、ちょっとばかしある程度見て思ったのは、やっぱりね、なんかわかんないけど俺とリスナーってあんまりね価値観合わないんだよね。とは言いつつね、最初はね、まあ、初っ端は会いましたよ。これバンドリのね、ランちゃんとねモカちゃんなんですけど、これはね僕も好きでしたね。あのね、多分ねこのランちゃんとモカちゃんのコンビが人気あるのは、多分みんなねこうしっかり系&のんびり系のコンビって好きなのかもしれないね。これはね、まあ誰が見ても納得のね、まあうまい画力なんで、いいねたくさん来るのは僕もね納得しました。ここはね唯一皆さんと価値観が共有されましたね。ちょっと待って、案外みんなと価値観合ってないか。これすごくない？なんかさ、これ上にマスキングテープみたいなのあるんだけど、これもしかしてテープで作ったんだとすれば、もう私あのテープ買ってあげますよ。だってあのプレフォーにさ3万円使うぐらいだったらさ、これ3万円でこういうテープいっぱい買ってさ、なんかこういう素敵なイラストたくさん生み出してもらった方が幸せではなかろうか。この人たちはさ、本当にいつからだこの流れができたのは。この人たちのイラストくれば絶対いいね多くなるもん。あ、本当にね、あの気づいたら出来上がってる風習ほど怖いものはないからね。あのいつからだグループ、これもが、でもこれは発想結構好きだったな。なんかこのショッピングカートでなんか床がすごい汚れてるみたいな、これ結構好きだった。この人も同じグループじゃないの？似てない？なんか服が、あ、え、この人ギター弾いてたの？ちょっとあれだな、俺のリスナーにいいね多い企画でこの推しのイラスト出てくるのずるいからちょっと危ないな。僕ね、アリスのイラストマジで好きなんですよ。本当にね、知らないのに好きなんですよ。あの話の内容、アリスが出てくる物語の内容知らないのに僕アリスだけ好きなんですよね。これちょっと面白かったね。これあの後ろのひよこが何とも言えなかったね。うん、これは可愛かったんじゃないかな。これあれでしょ、あのストプリのグループのルート君でしょ。この人のイラストもね、いいねが多くてすごいなんかいい絵柄だなと思って採用しようと最初思ってプロフィール見に行ったんだけど、なんかね恋人ができたみたいな感じのツイートをいいねとかリツイートしてたからね、ちょっと危なかった。これはね、まあ確かにめちゃくちゃ上手くて、事実ね、まあいいねもすごい多かったんですけど、なんかね僕のリスナーね、案外こう中学生が受けるようなイラスト好きな人多そうなんですよね。なんかねこう受けるって言い方微妙なんで、こう中学生がこうハマりそうというかね、好きそうなイラストかな。ほら例えばこういうイラストもさ、これってどっちかっていうとまあロリとかショタの類じゃん。これもね、あ、これはね、まあ絵柄は確かにすごい綺麗なんだけど、でもなんかどっちかっていうとこうなんか子供とかが好きそうな絵柄をしてるかな。ほらこういうイラストがね、これね、いいね全然多くなかったんですよ。あんまりいいねが来てなくて、ただね僕はやっぱりこういうイラストめちゃくちゃ好きなんですよね。でこれね、やっぱり年齢層の違いもあるんじゃないかなと思いましたけどね。ほらこれも可愛いじゃん、めちゃくちゃ。これもね、いいねがねあんまり多くなかったんですよ。うん、でも僕が好きなので、のこういうのがね、いいね少ないのオカピーですよ。これもね、なんかあんまりみんな見てないのか、いいねしてないだけなのかね、来てなかったんですよね。でも僕が好きです。あのなんかね、こういう動画出すとね、なんかいいねの多い少ないがなんかその人の絵を決めてるわけじゃないとかコメントしてくる人いるんですけど、それはね、あの僕が一番よくわかってるんで、単純に今回の企画がいいねの多いイラストを見ていこうっていうことなんで、これ絶対完成したらめちゃくちゃいいイラストなってたでしょ。このさ、最近なんかよく現れるんだけど、あの書き途中で送る度胸よ。あ、何あの書き終わるまで待てない人なの？これはマジで美しい。これはね、俺も納得。てかね、あの金の斧の銀の斧のっていう話あるじゃん。あのなんか湖にこうなんか投げ入れたらさ、こうあの綺麗なお姉さんが出てくるっていう。このお姉さんが出てきてくれるんだったら、俺湖にいくらでも物投げるよ。ねえ、ちょっと一番いいね多かったのこのイラストなんだけど、誰かこの謎解き明かして。